童貞って何？え？哲学じゃん。ちょっと待って、哲学じゃんって。いやこれえ？作中での、作中もうさ、もうセックスまで書いちゃった俺。作中での、ん？なんだ？ん？ん？あ、もうそっか、それ今のなんだヒントというか、作中でのっていう言葉を聞く前だと変わっちゃったな。あ、まあいいか。作中でのか、間違えちゃった。まあいいや。あ、これはでもダメだ、はい、ネタバレになっちゃう。サンキュー。またですか。サンキュー。童貞の話はでもしてましたね、ちょっと。確かに作中で液体の子が言ってましたね、やっぱでもこれなんだよ。童貞って何？確かに、ね、言わせてしまうんや。説明しましたね、みんなワイワイ盛り上がるっていう、はい、ね、いやこれ、そっか、阪急って言ってましたね、子供たちは。まあ先にさ、だから劇中でのんと書いてくれないと。確かにさ、まあ、まだセックスしたことない人って書くとこだったもんだって。なんか哲学かなと思ってる、ちょっとこう概念を書いたんですけど、違うものかな、ね、困るよね。 なかなか難しかったです。はい、はい、じゃあ行きましょう、はい、じゃあ一斉にお願いします、どうぞ。ちょっとごめんなさい、気になりして。両国。あ、僕あのごめんなさい、道のり、童貞じゃない、ロケットビームで、はい、ロケットビーム、はい、ハンキュー。まあでも京極ですね。まあいや、ハンキューでしょそれ。どっち京極だよね、これだとハンキューの答えになっちゃう。どっちですよ、どっちですか。ハンキューどっちですか。もうそのマサヤジみたい、もう絵が壊滅的ですけど大丈夫ですか。結構ね、いや、そうですね、あの後半の京極。どっち京極でいきます。京極で、はい、わかりました。そっか、はい、さあ、じゃあ正解お願いします。正解どうぞ。あ、映像なのか、ムービーなのかな、流れる。どうだろう、これはただねですか、うん、あー、来た。童貞って何？体からロケットビーム出したことのない人のことを言うんだって。